高藤石膏は、信濃国公園の石膏集団である。建福寺の石本家軍師指定有形文化財、森屋貞春天保年間高藤石膏は、1187年に、源頼朝から、代々一区職人として、日本国内で仕事ができるとの許可をもらったものとの、由緒書が伝わっているが、発祥は、中世頃と推定されている。に基づき、 全国を案者しており、現在の青森県から山口県まで旅稼ぎをしていた。天正末期、徳川家康の命で江戸城工事に従事し、八王子付近に定住していたことが、新編武蔵風土機構に記載されている。鳥石の所領だったの間の高藤地方旧機の引き継ぎ目録に記録が残っている。元禄4年に内藤清姉妹が藩主となると、 藩の財政難解消策の一環として、出稼ぎが奨励されるようになった。明和4年には、他国稼ぎを改め帳が発行されるなど、石膏が全国を回っていたが、それは、旅稼ぎと言われ、藩には、運上金を一人、年一貫分を納め決まりとなっており、お高藤藩に、とっては重要な収入源だった。文化8年の記録では、領内の主要な産業として、保護。 統制を受けており、職人団体の中で、運上金上能学最高が、石切り職人だった。その存在が、日本全国に知られるようになったのは、江戸時代、17世紀半ば頃のことであったとされる。彼らは、日本の各地に散らばり、石仏をはじめとする彫刻作品を残した。活動に取り組む姿勢は、芸術化さながらであったとも、あくまでも職人であったとも言われる。 高藤石膏は18世紀が最盛期だったが、明治になり捨てれた。現在、高藤石膏による作品は、地元の稲田周辺に多く残され、安住のに多い石像同祖神も、その多くは高藤石膏の手によるものである。その他にも首都圏や東海、近畿、山口にまで参見されている。稲市高藤町の県福寺には、西国33所管全音をはじめとして、 多くの作品を見ることができる。ありがとうございます。